さあポケモンレンジャーバートナージ続きからやっていきましょうか。今回はですね、まあ、ちょっとはしょったんですけど、このおばあちゃんの話聞きましてね、私が止めたってあなたは行くでしょうから、この家を出たら東に進んで北に歩けば氷の湖があります。その湖を渡ればそこがアルミアのお城、普通の人には進めないけどあなたレンジャーさんですものね。っていうことでアルミアじゃなくてそのお城に向かっていこうかなって思います。そこに石みたいなのがあるんですよ。それを取りに行くって感じかな。行きましょうか。雪のばあさんが作ったペンダントの青い小さな石について話が聞きたいそうです。青い小さな石、私が子供の頃はあのかけらのことを王子の涙と呼んでたの。王子の涙か、かっこいい名前つけんね。幸運の証だから見つけるともう嬉しくてね。アルミア地方には古い言い伝えがあってね、私が子供の頃は絵本でみんなが知っていたの。その絵本はいつしか人の目に触れなくなり、物語もやがて忘れられてしまった。そういう私だって物語をぼんやりとしか覚えていないのよ。その物語の題名は確かアルミアの王様と三人の王子。三人の王子ね、三人結構おるんだよね。俺と、ダズルとリズミも三人やし、アンヘルコーポレーションの社長も三人やし、なんかアンヘル554も今三人やったし、バンドあるんですけど、そういう三人が結構多いんですよね。アルミア王国に深い闇が訪れした時、赤い服の王子は俺か、自らを輝かせ闇を光に変えて、そんなお話だったかしら。他の二人の王子はどこでどうしているんだっけね。ごめんなさいね、ニートしてんじゃ。何しろずいぶん昔に読んだ絵本だから。そんだけ覚えてたらすごいよ。僕覚えてないもん、昔に読んだ絵本なんて。グリとグラの表紙しか覚えてない。桃太郎とかやったらいけるけどね。ただね、青い小さな石が王子の涙と呼ばれていたのはその物語と深い関係があるの。それははっきり覚えているのよ。なんだか面白そうなおとぎ話ですね。そうね、あくまでもおとぎ話ね。ただあの小さな石は私が子供の頃アルミアのお城の近くで本当に拾ったものなの。その石の元となる青い大きな結晶があるに違いないと、当時の命知らずたちが次々お城に入ったけど誰もが途中で諦めた。なんか強いやつが門番してんじゃない。そんな時代もあったわね。レジギガスみたいなレレレレレレレガーってやってんじゃない。王子の涙とも言われる青い小さな石、その石の元となる青い大きな結晶、命知らずではなくてもワクワクするお話ですね。さてと、今日はもう日が暮れるのでそろそろ失礼します。あ、短かったね、よかった。こちらのレンジャーさんはブルブルキャンプにお泊めします。ここの方があったかそうなんだけど、雪のばあさん、そのいいよ、一緒のベッドで寝る。おめでとう、ありがとうございます。寒いの嫌や。あ、誰、シンバラさん、ボイスメール、ボイスメールじゃ。ナンマ様くん、おはようじゃ。昨夜は報告ご苦労。あの後日記の解析が少し進んで、新しく青い石という言葉が解読できた。じゃあますますその涙、王子の涙大事ですね。昨夜雪のばあさんが話してくれたという青い大きな結晶、まさにそのことではあるまいか。とにかく青の石じゃ。あるのかどうかわからん、青の石をゲットするのじゃ。適当だな。わしとしたことがつい興奮してしまったが、最後に一つ、今地の親父さんに息子さんはユニオンで立派にやってますと、そう伝えておくれ。はい。あ、向こう、エンペルト、キャプチャーできるんかな。調査隊、湖の向こうにお城が見えるんだ。あの城は行くものじゃなくて眺めるものだと思うね。あの城にたどり着くにはいろいろ大変なんだ。まず湖に浮かぶ邪魔っけな氷、どこの方言だよ、邪魔っけなんて初めて聞いた。力のあるエンペルトでさえ思いっきり加速してぶつからないと割ることができないんだ。さらにところどころ渦が発生している。
本当今回で死んだらごめんなさいね。続編はもうないっす。ポケモンレンジャー今日で終わるかもしれない。もし引き込まれてしまうとスタート地点まで戻されちゃうから気をつけて。レースゲームみたいなもんか。なるほどね。ムクホークとエンペルトだけか。戦ってみるか、エンペルト。野生のエンペルトだ。使ってみますか。キル、アシスト効果、タッチで泡を大きくできる。あれね、エンペルト自体めっちゃ遅いからな。使う必要はなさそうやけど。バブル光線な。バブル光線にはバブル光線じゃないな。これはなんて言ったらいい。泡、シャボン玉光線。じゃあ行きますか。行ってみますか。ガバイド、一回フローゼル連れてきたらよかったかな。多分フローゼルでもいけるんですよね。ちょっとフローゼル取ってくれ。ごめんエンペルト、ごめんな。消えろ。ちなみにですけど、今回のキャプチャー目標ポケモン、キャプチャー目標ポケモンなんですが、前回に引き続き鬼氷で行きたい。鬼氷で絶対におると思うんですよ。おらんわけなくない。最悪雪目の子なんやけど、鬼氷はおると思うわ。だって今から行くところめっちゃ危険なところで、雪国じゃないですか。雪国で強そうなやつって俺ね、もう本当に鬼氷しか出てこんから、これは合ってんじゃないのかな。これ間違ってるとは思えない。これ間違ってたらね、はっきり言ってポケモン側のセンスが悪い。どの口が言ってんだよ、ほんと。じゃあ、一回やってみます、フローゼル。いけるか？ここではフローゼルに乗れません。時間を返せ。乗るぐらいできたっていいんじゃないのかなって思いますけどね。ちょっとぐらい頑張れよ。さあ、ライドオン。どっちに行きゃいいんやろう。3方向ぐらいありますね。まあ、僕、右利きなんで上行きます。で、こっち行って、ああ、これはもうあれなんですね。ボタン押すとかじゃなくて勝手にやってくれるんや。はあはあ、これ難しそうやな。だからこういうことはできないんでしょ。そういうことね。皆さん、マップ見ていただけると、これ何？いやー。こうマップを見てもらえると、3つぐらい行ける場所あるんで、阿弥陀口みたいなもんですよね。どっかが正しいんでしょう。どこやろな。あ、こういうのは行きにくいところが一番正しいと思うから、俺左が怪しいかな一番。あ、これ右だね。いや、これ右あれやわ、帰ってくるんや。二択に減りました。じゃあ俺の予想っていうか、まあ、真ん中っす。真ん中しかないっす。じゃあ行きましょう。こっちかあっちしかないんやな。で、こっからあっちに戻れるってわけな。いいじゃないですか。3択やってくださいよ。そういうワクワク感欲しかったわ。デューン。さ、進んでいきますか。もう二度と入り口には戻らない。そう今決めました。いきますよ。まずここ行って、結構渦配置されてんな。こっちは進める無理ですね。じゃあここや、レッツゴー。たまに反応せんのなんなんやろだ。レッツゴー、 OK。 でゆっくりね、ゆっくり行ったらこれ終わる。こっからこっから耐えれる方法を募集中。そうですね、若干渦の上空いてるやん。そこに一直線で行く感じやな。いきます。3、2、1。はい、あれですね、勢い止めずにガンガン行った方がいいってわけや。このままこう。なるほど、このままどっち、こっちか。こうこう。お、行けたね。まだ出てこないか。ポケモン全然出てこんな。ここね、もう勢い止めないよ、走り続けます。レッツゴー。オッケー、特に何もなかったな。終わりか。たどり着きました。サンキューエンペルト。また後でな。なんじゃこりゃ。体当たり3。
雪の塊、これ雪の王だろう。で、あれね、間違えたわ、進む方向隣の騎士やったわ。助走つけてゴー。おお、ナイス。珍しい、こんな簡単やったんや。はい、じゃあ行きますか。氷のお城、すごいね、ダンジョン感がすげえわ。絶対にこの火につけてさ、扉開けるみたいなギミック、もう早速ですね早速やわ。マジかよ、そんな早いことある？頼むぜ。チュートリアル的なもんなんでしょうね。ロゴン、またよろしくな。多分今回めちゃくちゃ使うことになると思うわ。ご入店。あー、でも火タイプもあるんか。まず早速ゴースか。はい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 、なるほどね。2対1かかってこいよ。1対1や。ゴーストタイプはめんどくさいんよな。めちゃくちゃめんどくさい、めちゃくちゃめんどくさい。だから時間はかけない。よし、サイコパワー2、怨念のこもった弾を吐いて攻撃する。2連戦か、そういう扱いになるんやな。一気に来てくれじゃあ。なるほどね、ゴーストタイプもあるし炎タイプの可能性もあるってわけな。ちょっとキャプチャー目標ポケモンを練り直してみる。俺視野が狭かったかもしれない、氷タイプだけやと思ってたわ。ちょっと今回ゴリゴリに攻めていいですか。めちゃくちゃゴリゴリに攻めるわ。まあ確かにオムスターとかね、前回の僕の外したポケモンたちが出てくる可能性とかも考えましたし、ゴーストタイプのね、何ですか、まあ、いろいろいますけど、誰やろな、グラエナとか。グラエナはアークタイプか。あとは何すか、さっきゴースト出たからゲンガーとか、あとはブービックとかね、いろいろ考えましたけど攻めるわ。僕今回ね、フリーザー出ると思います。フリーザー、伝説、幻、伝説か、伝説のポケモン、なんか出そうな雰囲気は出てない。いや、全然出てもおかしくない雰囲気醸し出してるんですよ。俺これ当たったら伝説やわ。今までの課題消化全部してると思うね。攻めます。攻めるかなんか知らんけど攻めます。雪わらし、じゃあ絶対に鬼氷もおるな、エリートや。ダメですね、こっちの方は行き止まりです。2階の通路も無理です、先に進めません。何探してんや、石か、お前らも。そらそっか、やっぱりあれをなんとかするしかないか。これか。いや、この先フリーザーおるんじゃん。だって氷タイプでめちゃくちゃ強いポケモンなんてもうそれぐらいしかね、いませんから。だけどあの氷めちゃくちゃでかいですよ。かき氷にしたら403人分はあるじゃないですかね。よく細かい数字までわかったな。あ、あの野郎なんて言ったっけ。あ、そうだ、ポケモンレンジャー、かき氷食いに来たかこの野郎。なきゃあるが、なんでこんなところにレンジャーが来るんだよ。ヒントも答えも謎も意思も何もねえよ。お前ら黙ってろ、余計なこと言いそうで怖い。結構言いそうやし、お前も言いそうやけどな。デルビル3匹、いや念のため4匹で襲いかかれ。デルビルね、そういう可能性も考えましたけど、こいつらはまあ相手にならんな。犬っころ4匹集まったところで俺にかすり傷一つつけることはできない。覚悟しやがれ。はい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 、いっぺんに集まってもらえるが時間かけたくないんでね。はい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 、
かすり傷つけろつけられる町やったのに、何そのまま捕まってんねん。何もせんかったよこの犬。お前らじゃ役不足です。フリーザ連れてこい。例のあれは気になるけど、とりあえず退却。こいつはすぐ退却すんな。このところにミラカドおるんかな、あいつ。ん、ああ、こっち入られへん。入れるね。なんで入られへんかったやろ。さてさて、鬼ゴーリーいてくれたらばん。あー、お前がおるん。虫タイプはちょっと予想の範疇外すぎる。あぶらいって悪い子ちゃんですね本当に結構ダメージ食らっちまったよ。使うか。とりあえずこう、うるさいやつ、動きがうるさいやつはこれで止めるっていうのが定石ですから、静かにしてもらおうか。ここは神聖な場所だ。お前みたいなね、悪ガキのようなやつが来ていい場所ではないのだよ。よしよし、壊す3ぐらいあるかな。切る3。そらそうですねその鎌持ってて切らんかったら何すんねんって話やから。あ、すごい、また歌ってんな。これはあれかね、新高度、新密度が高くなったってことなんかな。どうなんやろう。新密度高くなるんやったら、燃やす4とかかな。あ、ほんまけ。ってことはよ、炎タイプのなんかえぐいのがおるってわけや。これはちょっと予想してみるか。できそうじゃない。フリーザー絶対合ってると思うんやけど、それプラス、まあ、順当に考えるとなんかリザードンとかなんかなーって思っちゃうんですけどね。でもどうなんやろ、ここに出てくるかな。さっきロコンがおったからキューコンって言いたいけど、キューコンはなんか燃やす4の器じゃないというか何様やねんって話やけど、なんか器じゃない。あ、ウィンディ、これありそうやな。あ、ウィンディありそう。ウィンディっぽいな。ちょっと俺の中で腑に落ちたわ。いや、これ間違いなくウィンディかな。ウィンディやわ。もうめちゃくちゃ腑に落ちた。もうそれじゃなかったらあいつですよ、ファイヤーになってくるんやけど、ここでも伝説のポケモンが来るってわけですが、ここなんか怪しいな。気のせいか。おるんじゃん、この先に狛犬が。どう、お前は違う。ドガス、全然氷ポケモンいないね。全然いませんやん。ピンプク、鬼ゴーリそらおると思ったわ。おるよね、そらおりますよ。やった、恥、いやー、いい気分だったのに。しばき回すぞ。ちょっと待って、腹立つわ。体当たりに毒ガスをばらまいたり毒を吐いて攻撃する。ちょっとお前は覚悟してくれ。最終決戦で絶対使うからな。そこで活躍してもらう。それがお前の罪ね。罪やから、何？あれ。あれですよ。罪じゃなくて、罪を償う。罪を償うやから、反省文です。アルミアのお城。いい景色ですの。ミニ竜。いいですね。こいつなんやろ、体当たりとかなんかな。アップな、なんか喋ってくれ。ロコンは見つけ次第キャプチャーしていた方がいいかもしれませんね。まだ使うんじゃないかな、あと1回2回ぐらいは。ガガン。でこの先に俺の待望の待ち焦がれてたやつがおる。あお、出たね。ようあるわ、ポケモンのなんか氷ジムとかにありそうなギミック。あれでしょ、まっすぐ進んだら曲がれないやつね。こう悩まずすっていきたいな。なこういうの悩まずいけるやつってすげえ頭良さそうに見えるじゃないですか。実際頭の良し悪し関係ないと思うんやけど、ほぼ運え、なるほどね。これ初手大事やからね。
初手でどこに進むか、どっちに進むかで多分決まります。最後に落ちたんちょっと怪しいから多分こっちなんじゃないかな。はい、いやーそういう系ね。あらね、あーなるほどなるほど、あーはいはいはい、なるほどなるほど、全然難しくねえよ。全然難しくねえ。 200cc のマリオカートぐらい難しくあってくれ。あーシャワーズ、シャワーズか。あーその確かにその線はあったな。じゃあ俺の美徳やっていきますわ。一撃で決める、一回も途切れちゃダメなんです。よし、惚れ惚れするでしょ。どこかやね。途切れ途切れやったわ。さてさて、あロコン捕まえとくか。で、あキューコン、こいつはだって絶対器じゃないと思うんだよ。あれ読んだわけないと思う。この壁紙も怪しいけど調べれるわけじゃないから、とりあえずやってみますか。いや本当にだってキューコンが燃やす4ですかって聞かれたらみんな違いますって言うでしょ。違うって言うくない？俺は言うね、間違いなく。さあ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 、ほら4の器やったらこんなダメージ入ってないんですよ。おお、さあ見してみな、どうせ燃やす3とかでしょ、分かってんですよ。ごめんなさい。めちゃくちゃごめんなさい。ちなみに向こう側に渡れるとかではないんか。あーどうやって行くんやろ。あラッキー、さあ溶かしてくれ、邪魔すんなボゲ。いや闇だもん、もうちょい散策というかね、探した方がいいんじゃないか。ありがとう、お前ほんと存在こそ消すぞ。じゃあ入っていきましょう。いや多分フリーザがね町、あセーブあるな、フリーザが町ほうけてると思うんだよな。いやでもまだかな、もうちょい後かもしれない。ここ中ボス戦ぐらいじゃないかな。行きましょう。はい、壁紙に意味はないから行きますか。おそらく中ボス戦。はいはいはい、あここに帰ってくるんか。これ動くんかな。あ割れるやつや、なるほどなるほど。なるほどね、イカゲームみたいな。さあさあ鬼氷、まずはお前との勝負決着つけようぜ。待ち焦がれてたよ、これ初めてですからね、歴史的な瞬間、快挙です。俺がキャプチャー目標ポケモン当てるなんてこの先一切ない。うわめんどくせえの、そんないいじゃないですか、それでこそふさわしい。キャプチャーするに値する。はい、チャンス。いやこれ食らうんかな、めちゃくちゃ食らう。オッケー、やった、体当たり3、壊す3、いいじゃないの。これは揃ってきたな、フリーザに勝てる戦力が揃ってきた。めちゃくちゃ強くない？こんな充実したことあんまりないわ。おめかし、よし行きましょう。またか、うわ危ない。危ねえ、ちょっと待ってくれ、血気が盛んすぎる。トドゼルが、なるほどね、じらしてくれますね。まだちょっと待って、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 ちょっと待って。この先ボス戦？うわ、今やってくれたな、あのあいつやってくれたな、トド。俺たちのボス、アイさんでよかったと思う？アイさん。俺的にはさ、アイさん全然オッケー。ケイノさんって意味もなくキーって怒り出すし、デゼルさんは落ち込むと慰めるのが大変だしさ。そうか、俺はケイノさんがボスだったらよかったかな。火山みたいに情熱的だし、なんて言ったって3人の中で唯一の女性だもんな。女性、いや3人組やったらね、前回出てきた
554あいつらかなと思ったんやけど違うな。でもさ、どっちにしてもさ、大ボスに可愛がられるのって結局あの3人だからさ。だからケイのアイス、あいつかミラカド、俺たち出世はなかなか難しいかもな。それあるな、確かにそれある。俺たちほらそもそも名前ないじゃん。メタ、せめてエリート A とかエリート B とかつけてくれっての。モブキャラにはモブキャラの悩みがあったんだな。お前いつも歌ってんな、コロボシ。うるさい。レンジャーに普段の会話聞かれちゃったよ、おい。いいよ、なんかそういう話聞きたいよ。単に恥ずかしいじゃねえか。忘れさせてやる。タネボーたちに命令、全員突撃だ。これがピンチってやつかな。多いな。大ピンチですよ。これ大ピンチ。これ一気に全員やれたらとんでもなく気持ちいいよ、多分。いやでも難しいか、これ難しいかな。一気にやりたいのよ、やりたいですよね。いや難しいな、危ない。6しかないからダメージ、あ、これいける、いける。貯める必要はない。いや貯めた方がいいか。固まれ。まだだ、まだその時ではない、まだその時ではない、まだですね。耐え忍べ、ここは耐え忍ぶべき。一箇所に集まる瞬間っていうのが必ずあるはずやから。来た。冗談です。冗談冗談、そういうユーモアも交えつつね。まだまだまだ、ここ冗談ね。冗談、冗談っすよ。そんな焦らないでください。こいつら当てる気あるんかな俺に。こっから一個も動いてないけど、一向に当たらないな。当てる気ある、当てる気あるかな。種飛ばし遊びしてる場合じゃないよ。操られてる、本当に心配になってきたよ、モバリモが。はいはい、え、ちょっと横に長すぎるな。いやまだやな、ここ。難しいな。あ、食らわないんや。食らわんらしい。じゃあもうチャンス伺い放題、どんどんやっていこう。ビビる必要ないわ、ラッキー。じゃ何しに来たんやこいつら、本当に。当てもせんし、当てても食らわんし。何の時間ですか、快感を与えてくれるってわけか。ありがとう。いっせーのーせ、チャンス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 、回せ。やったー。しゃあ、気持ちがいいわ、最高。待ったかいがあったよ。皆さんも時には耐え忍ぶことが大事っす。確かにがむしゃらにやるのも大事、でも耐え忍んで耐え忍んで耐え忍んだ先に道が開けることもあるらしいですからね。なんか虚しいよ。お前名前とかあんの？ランマ様だ。羨ましいだろ。様付けだぜ。ランマさ、俺の知ってく、俺んとこ来る？全然いいよ。人手が足りなかったから。ちっ、いい名前もらいやがってよ。惨めやな。これサイコパワー3かな？ですよね。こんなところで負けてられない。この後にね、フリーザが待ち構えてるわけですから。オッケー。ラストかな？よし、これでレベルが上がってくれたら嬉しいんだけどな。まあ無理ですよね。じゃあ行きましょうか。いや絶対にフリーザおるからね、もう間違いないと思うよ、ほんと。なんでか分からんけど確信めいてる。そんな伝説のポケモン相手にロックで挑むか、なめとんな、ほんと。一撃でも食らったら終わりやからな。あ、まだあるんか。これはちょっと難しそうやね。はいはいはい、これ復活する？しないんか。じゃ選んでいかなあかんけど、まあまあおそらく行く場所はね、一番向こう側なんでしょうね。いや、うん、や、いいじゃん、いい難易度です、いい難易度、いい難易度、簡単や。来ました、これがアイスか。ルカリオ、もしかしてルカリオ、ネタバレ食らった。
いや、フリーザであってお願い。誰か入ってきたが。氷の床でお子様がツルツル滑りながらレンジャーごっこしている。ビンゴだろ。いやー、ごめんごめん、怒るな怒るな。俺の名前はアイス。面白みのねえ名前だ。さっきの冗談さ。君はトップレンジャー、名前は確かドランマ様。どうつけるやつ。なかなか、まあ、僕も結構どうつけるんやけどね。日常的にド失礼とかドバカって結構言うんですけど、名前につけるやつ初めて見たな。最初のドはいらなかった。ごめん怒るな。何やら青いものを探してるんだろう。情報はバッチリ入ってきているのさ。俺の部下の一人がブルブルキャンプのあたりでボイスメールじゃとかいう興奮したでっかい声をたまたま聞いちゃったのさ。どうだ、俺と組まないか。お前がそのスタイラーでぐるぐるやってる間に俺が青いものをいただく。お前には分け前としてソーダアイスでも買ってやろう。なめんなよお前、ガキじゃねえんだから。ありがとう。あれだってちゃんと青いぜ。嫌か。だったら仕方ない、こうするしかないです。よう分かんないよお前、結構濃いな。ルカリオじゃなくて、雪目の子。お前が来るんかい。フリーザで会ってくれよ。中ボスぐらいの格じゃないか。すぐ終わらすぞ。出たよ出たよ出たよ。ちょっと待って、俺勝てる気がしない。俺勝てる気がしない。ちょっと待って、勝てる気がしんな。3、これで全技かな。うわ、勝てる気がしない。全然勝てるビジョンが見えない。バコバコ使っていくわ。うわ、あと1枠あったらよかったな。とりあえずこれ、俺もぐるぐるしない。弾く弾く、あのポケモンレンジャーとしての誇り。弱くない。あれ弱ない。気のせい、めちゃくちゃ弱ない。めちゃくちゃ弱くないですか。気のせいかな。食らいすぎじゃない。ミラカドの、ミラカドの方が強かった。続いてはこちら。これもあれか、虫か。はい、一緒。勝てるビジョンが見えてきたぜ。しかも明確にはっきりとな。勝てるビジョンしか見えないです。勝てるビジョンしか見え、66ってめっちゃ食らうね。どうした、お前もう体がね、熱波濃くて仕方ないでしょうね。浮いてんのもきついんじゃないか。続いての人はこちらです。お前ね、タッチで毒を大きくできる、ヘロヘロにするぞ。10秒しかないよ、ほんま。全然これの有用性ちょっと誰か教えてくれ。回した方がいい、絶対に。危ない。シャワーズ、雪が大きくなる、弾いて飛ばせばビリビリだ。これちょっと見たことないな。30秒、いいね。またどうだす、ほんと役に立たんかったなあいつ。なるほど、面白い面白い、いいじゃないですか。面白いなこれ、ポケアシスト面白いね。いいじゃんいいじゃん、これでとどめだ。動かさないもんね、お前は。お前のターンは一生来ない、一生俺のターンだ。残念ながら終わりですよ。今までで一番簡単やったかもしれない。一番だから言うたじゃん、フリーザにしろって。忠告はしたからな。キャラ濃い変人じゃないか。相手にならん、下がれ。そうかそうか、思ったよりはやるんだな。次に会った時には油断しないようにするよ。負け惜しみにしか聞こえないぜ。ところでお前が欲しがっている青いもの、俺は手を引くよ。というよりも俺がわざわざ奪うこともなさそうなんだ。どういうことだ。あれを守っ、おっと。まだまだあるよ、まだ
希望を捨てるな皆さん。フリーザの可能性まだ 2% あります。あれを守ってるポケモンは多分お前には無理だ。俺にも無理かもしれないが、お前にはもっと無理だ。トライしてみるのもいいが、時間の無駄だと思うぜ。じゃあな、ドランマ様。またどこかで会おう。名前何やったっけな、漫画でね、銅をつけるやつがおったんですよ。マリッチキトシンやったかな。音を使うやつがいましてね、そのキャラ的に。音使いっていうやつがいまして、そいつがドド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 言ってんのはあったわ。案外ド、マリッチトキシンか。結構ドを使うキャラって多いんかな。アイスさん、ついに探していたポケモンを発見しましたよ。なんと、ラッキーなことに2匹いっぺんに見つけました。2匹。やっぱエリートもエリートでポンコツなんだよね。アイスさんじゃないぞ。なんでレンジャーがここに。今言ったことは全部嘘だからな。青いポケモンなんか探してないし、2匹見つけてもいないし。2匹。2匹ってどういうことよ。向かい合う2匹のリオル像。青きものを守られる、守り守られる。ほーん。ちょっと戦力増やしていかなあかんけど、どうしたらいいんやろう。うん、鬼氷か。こいつも体当たりするよな。あ、リオルぞ。あ、リオルを取ってきたらいいんかな。あ、なるほど、青いポケモンこいつか。これは普通にリオルをこうするんじゃないの。あー、なるほど、リオルがうずうずしている。力を借りますか。はい、頼むぜ。頼んだ。ん？ああ。すごいね。結構、まあまあ、ルカリオの進化系といえど波動は感じるんやな。サンキューリオル。ありがとうリオルたち。仕事したら帰る制度やめてほしいな。ちょっと待って。まだか。セーブポイントがおそらくあると思うから、ちょっと戦力増やしていこう。これじゃ勝てない。ん？ボイスメール、ボイスメール。ランマ様は今、アルミアのお城にいるわね。おう。あんたの少し先にかなり強いポケモンの反応が出ているの。準備は大丈夫？まだ。さあ、やっていきましょうか。フリーザじゃなかったら坊主でも何でもやってやるぜ。誰が興味あんねん。行きますか。誰やろ。リズミの声色もフリーザみたいな感じだったからな。果たして。まだおらんね。ついて来るぞ。でんでけでん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 でれでん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 でれでん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 。さあ、今回のゲストはこちらの方になります。フリーザさんです。どうぞ。ルカリオじゃねえか。ほんまにルカリオやった。なんやねん、そのまんまじゃないか。だからリオルやったか。絶対フリーザの流れやないか。めっちゃ強いとかなんか言うのやめてもらっていいかな。なんかあの言い方やったら伝説やと思うじゃないですか皆さんね。普通のやつって思わんかったわ。音楽かっこいいから許します。行きましょう。いや、もうポケアシストバカバカ使っていきますよ。バカバカ使っていく。うわ、出た、ノーモーション攻撃するタイプね。これめちゃくちゃ強い。この技強すぎるよ。禁止カード、禁止カード。全然あれやな、あれしーひんねや。びっくりマーク出さん系ね、まあ、いいですよ遠距離から。はいはい、次何、もう一回やっちゃおうかな。危ないんじゃないルカリオね。え、フリーザの機体をこう跳ねのけて出てきたわけだから、お前もうちょっと何かしらやってもらわないと。おい、このまま終わっちまうぞお前。
出てくる時のね、期待感がっかりさせて、スタイラーのエネルギー回復するぞ。しくじったマジで。囲むとお化けが出てくる。ヘロヘロにするぞ。いけお化けども、いけ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 、なお命中率悪お化けバカなんだけど、お化けがアホや。そっちに行け。そう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 、ヘロヘロにするだけでダメージ食らってる、食らってるな。いやお化けがバカだ。おーやるね、面白くなってきた。それを待ってた。でも本気出すの遅いわもう何もさしてやれないもんね。お前にはもう何もさしてやらない。逆か、お前にはもう何もさしてあげないそのまま棒立ちで人生食いるといいよ。何もさしてあげないもんね。かわいそう俺は一体何しに出てきたんだろうが、そのまま食いながら死ぬといい。最後の最後のね、あれを悪あがきしてたけど食らわんかったな。2300レベルも上がらんし最悪だよお前。フリーザやったら俺だってキャプチャー勝負しようと思ってたけど、お前じゃできないな。ルカリオはランマ様に青い石を託すことにした。アイスもヘナチョコじゃねえか、そう考えると。ありがとう。まあ、ひとかけらぐらいでいいんだけどな。ありがたくもらっておくよ。パートナーポケモンになりたかったな。青の石を手に入れた。ミッションコンプリート。コロボシ。全然仲良くなってないだろお前、歌好きなだけじゃないか。まさかお前が最後に残るとはな。びっくりだよ。ただいま戻りました。はい、お疲れ様。その顔は霜焼け。かわいそうに、やほど寒かったのね。それがあの石、青い石か。良い仕事をしたな、グッジョブじゃ。今回の働きに評価を与えましょう。ランマ様のレンジャークラスを6にアップします。サンキュー、コロボシ、踊ろうぜ。よし。なんかこの流れもいつも通りになってきましたね。パワーチャージのパワーが溜まるまでのスピードが速くなった。ナイス、それはでかい。あ、ポケモンは変わるんだよね、数。今日は疲れたでしょ、休みますか。休みます。はい、おやすみなさい。次の日、どのぐらい進んでんのかな今。言うてね、敵山の幹部もまだあと一人出てきてないから、もうちょいかかんかな。ん？あ、ささごね。おはよう。よく眠れましたか？いよいよあの青い石の効果が試される時ですね。屋上へ上がりましょう。あの青い石がね、黒の石の効果を打ち消すみたいな、そんな感じだったんだよな。この調和の木の生命力を借りて、スペシャルな増幅システムをこしらえたのじゃ。そこに青の石を置くための台座があるじゃろ。青の石のパワーがアルビア中に広がれば、あの忌まわしきどこにもや、小賢しいモバリモはその効果を失うはずや。そうだといいですけどね。ランマ様くん、青の石をセットするのはもちろん君の役目じゃ。ありがとうございます。そんな大役俺がやっちゃっていいんですか？さあどうなるか。でもモバリモもドカリモも動かんくなるんやったら、わりかし最後に近いんか。報告が入りました。プエルの港で暴れていたポケモンたちがすっかりいつも通りに戻ったそうです。ナイス。あ、ちょっと待ってください。たった今無線で新しい報告が入ってきてます。すごい。ピエンの森で無理やり更新させられていたポケモンたちが、なんかしょうもない命令さしとんな我に変えたそうです。思った通り大成功じゃな。その青の石には闇の結晶のパワーをゼロにするという素晴らしい効果があったのじゃな。ところで
そこにはびこび込んである闇のかけらの方はどうなっとる？メーターを見ればいいんですよね。すごいです、すごいです。闇のかけらのパワーがちゃんと落ちてます。だけど、なんだろうな。完全にゼロにはなってないみたいですよ。っていうか、下がったのって大体3分の1くらい。これで成功ですかね。おー、まあ確かにな。大変です。まあね、ハッピーエンドとはいかんだろうな。ビエンの森のポケモンたち、操られたままのポケモンも結構いるそうです。あ、ちょっと待ってください。もう一つ悪いニュースが私のイヤフォンに。ベルミノトで、港では我に返ったポケモンが再び操られ始めたりもしてるそうです。シンバラ君。シンバラ君。顔が赤いよ、シンバラ君。耳も真っ赤っかだよ。なぜじゃ、効果は完全ではなかったということか。いやー、どうなんやろね。何かが足らんのやろな。青の石の作戦は失敗だったということか。向こうの敵さんが黒石に何か仕掛けてんのかもな。え、何これ、やだ、綺麗。何言ってんねん。言ってる場合。すごいすごい、私の胸も光ってる。最近は胸光るのが主流なんですね。なんとな、光ってる君たち、そこの闇のかけらにもっと近づいてみてくれ。なるほど、赤黄色青3個揃ってようやく黒に勝てると。赤黄青で黒になるんやったっけ、三原色的に。何をぼやっとしとる、命も近づくのじゃ。わーおー、青春の輝きだ。光が強くなっていく。まぶしい。おや、闇のかけらが透明になっていくぞ。おお、メーターも今度はちゃんとゼロを指しておる。ワンダ君にリズミ君、君たちはその胸に何を隠しておるのじゃ。もしかして光ってるのってこの黄色いペンダント？これはセブンさんが私にプレゼントしてくれたハルバ砂漠のお土産です。砂漠か。セブンさんが私に、多分私だけに。なんですって？私の赤いペンダント。あいつ浮気癖男が。ボイルランドのお土産なのよ。何言ってんですか。私のペンダントの方が先輩のより綺麗です。綺麗が何よ。私のペンダントの方があんたのより大きいんだから。まあ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 。大事なのは綺麗さです。違うわよ。大きさよ。なことはどうでもいいのじゃ。言ってほしいな。くだらん喧嘩ストップじゃ。もう大賛成です。大事なのは、青と赤と黄色の石が近づいた時の反応じゃ。わしの想像じゃが、三色の石の調和が闇のかけらの力を消し去ったということじゃろう。誰が見てもわかるわ。どうした？とは言ったものの、少し調べ物をさせてくれ。シンバラ教授の調べ物が終わるまで、レンジャーの皆さんにはパトロールお願いします。住民の不安を取り除いてあげてくださいね。そしてパトロールが終わったら私に声をかけてください。終わりました。終わってないんか、くさいつもやったら追われてたやないか。ああいう言い方するってことは、こう外出た瞬間になんかイベントが発生するんだろうね。同じ顔がいっぱいおるわ。闇闇なんて一体何がしたいのかしらね。一番かわいそうなのはポケモンたちね。変な事件ばかりで思っても歩きゃしないよ。私今日こそ言いたいこと言うわよ。一体どうなってんのって、私たちユリオに苦情言いに来たのよ。あのブラック社長もポケモンの事件に心を痛めてるそうよ。あなたなんだかいい感じね。こいつだけちょっと男見に来てるじゃねえか。目的がちげえ。あ、でもあれじゃないんや。めちゃくちゃ怪しいおばさん軍団やったけど、こう一回外出てさ、外出てで中に入ったら、あ、お、お、あ、違うな。一回外出て中に入ったら終わってるみたいな、そういう神制度はないですか。笹子議長、終わりました。パトロール終わりましたか。もちろんですよ。
お疲れ様でした。次のミッションについて、シンバラ教授から説明があるそうです。2階の研究室で待ってるはずですよ。アルミアとポケモンのために、もう一頑張りよ。頑張ります。いや、パトロール大変だったな。下りの次のミッションが決まったぞ。アップライトの日記やいくつかの書物によると、どうやらボイルランドとハルバ砂漠でも、王子の涙と呼ばれる色のついた小さな石がたまに見つかるそうじゃ。じゃあボイルランドにねえこいつが行ってダズルが行って砂漠に俺が行くんかな。ワンダとリズミのペンダントの石こそがその王子の涙じゃろう。ランマ様くんはボイルランドで赤い王子え元となる赤い結晶があるのかをどうかを、ダズル君はハルバ砂漠で黄色い王子の涙の元となる黄色い結晶があるのかどうかをそれぞれ調査してくれ。もしも赤や黄色の結晶が見つかったなら迷わずそれをゲットじゃぞ。これは今までになく重要なミッションじゃ。これダズル負ける説ない？俺はハルバ砂漠、ランマさんはボイルランド、お互いに無事を祈ろうぜ。だってねえ、あ、でもハルバ砂漠っていうエリアがそもそもないんかもな。さあミッション、赤い石をゲットせよ。任せてください。マネーマネーマネね。ここでパートナーになるんかな。マネネミも困ったもんじゃ、見てるだけで目が回るわい。あ、どうやらまた今今しいやつが来よった。なんでなんで忘れてんの。いや俺この辺のポケモン救ったやつですよ。何今今しいやつって。何、首の骨折っていいですか。こら出てけ。またうちのマネネを奪いに来よったんじゃろ。奪ってねえよ。奪った覚え一回もないし。この闇闇め。おじいちゃんそうじゃないでしょ。あ、ポケモンのレンジャー。ああ、そうじゃったか。制服を着ているやつは全部闇々に見えてしまうんだよ。眼科に行け。よく見ればあんたは確かにポケモンのレンジャーじゃ。レンジャーさん、闇々団のことで相談があるのですけど、お忙しいです。はい、忙しいです。絶対に話しかけないでください。まあ多分これやとは思った。そういや、行けてないところあったなと思ったわ。古びた鉄の扉だ。鍵がかかっている。長老かな。すいません、長老さん、鍵ください。赤の王子がどうしたと。扉だよ。右側の洞窟、立ち入り禁止で入れない。扉の鍵キーが欲しいとんだ。うむうむ、何が言いたいのかはさっぱりわからんな。ちょっと孫、代わりに話してくれ。ところで話は変わるが、右側の洞窟の鍵ならわしが開けてやろう。ほんと、しばいていいから。あんたはボイルランドのポケモンの恩人じゃからな。お前さんは先に行っててくれ。わしは鍵を用意する。鍵ちゃんと持ってきてな。ああ、お待たせしました。ああ、鍵忘れてしもうたわ。とか言って。そんなんいらんからな、ほんと。頼むぜ、じいちゃん。持ってろよ、鍵。ああ、ポケモンのレンジャー。待たせたな。よしよし、開けてやろう。ガチャガチャ。まだわかりませんね。まだわからん。もう、僕、張り手の準備できてんやけど。なかなか難しいの。ガチャガチャ。この鍵じゃないとすると、こっちのこれに違いない。ガチャガチャ。もしかしたらこの古い鍵が正解か。ガチャガチャ。ダメじゃったな、ほんとしばく。危なかった、ほんと。パソコンの画面にグーパンやるところやった。もう赤の意地諦めろ。しばくぞ、ほんとじじい。それでパンチ解決じゃ。解決しねえんだよ。おじいちゃん、そこの鍵ならマネネの首にかけておいて、こっちでしょ。それじゃ。レンジャーさん、ごめんなさいね。あなたがしてくれ。
これが正しい影なんです。ほーれ、簡単に開いた。腹立つな。浮き出す炎にはくれぐれも気をつけるんじゃぞ。私知らなかったんですけど、溶岩って熱いんですってね。お前はおじいちゃんの孫だよ。なんかおじいちゃんの匂いがする。